外に出ました。いきなり坂の町って感じ。起きたら桃花のバックパックがなくなってました。なくした人。おはようございます。改めまして、バックパックをなくして、結果として見つかりました。あ、なくしたというか盗まれました。昨日の夜12時くらいには寝て、私が気づいたのが2時半くらいで、その時にはもうリュックが丸ごとなくって、でやばいやばいってなって優が起こして、で警察に行って、この3時間後くらいかなに、多分どこかに捨てられてたのかな。リュックがまずくの字に曲がってて、中の荷物がとりあえず全部出てた状態で、ゴミ箱に捨てられていたのを警察の人が見つけてくれて、犯人と一緒に警察署に来たって感じで、説明を追加すると、犯人はもう俺たちの目の前に実はずっといて、で、カメラにはもう映っていて、まあ、逃げたと思うんだけどって話を受けたけども、実はその彼がトイレにゴミ袋を設置して、そこに俺らのものを全部入れたんだよね、桃花のものか、うん、でそれが見つかったってことね、はい、そう、私が2時半に起きた時に一番最初に目が合った人だ、ね、本当に目の前に座ってて、でもなんかそんな普通の人だったよね、見た目は。特になんか普通の格好してたし、でもなんか目あったなくらいだったので、まさかあの人だとは思わなかったけど、そんなかんなでとりあえずほぼ全部見つかります。必要じゃない、そんな大事じゃないものはいくつかなくなったけど、空港泊の時は荷物気をつけます。はい、肌身離さないように。はい、大丈夫です。で、実際はこの目の前のカフェが閉まってて、このカフェになぜか一人だけ座ってて、それもまあほぼ手ぶら状態でいたと、まあ今思い返せばって感じですね。はい、以上。身に水をプレゼントします。違うだろ、自分が飲みたい。すいませんやめろ。コンビニが閉まってた、買えない。さらにさらに割高なんですが、この自販機で買ってみます。温泉みたい。これで320円、ちょっと高いね。寝ました。はい、今回告白したのは、実は今うちの母親がポルトガルに来ますということで、朝早いので告白してました。で、今日このままポルトに電車で向かう予定です。なので電車内かポルトで代表戦応援します。地下鉄乗ります。電車乗ります。チケット買いました。ポルトまで行きます。ポルトガルの高速電車かな、新幹線かなに乗ります。私たちは5番線。体調が悪いそうです。動きがおかしい。向こう側の電車は落書きがすごいです。新幹線みたいでした。書き出しました。優雅はトイレで格闘中。一個一個の席はこんな感じです。充電器もあるし、ゴミ箱もある。少し回復して帰ってきました。よかった。飛行機みたいにテレビもつきました。応援もしてます。ポルトの駅着きました。アジアカップ観戦中、はい、この電車に乗って次の駅まで行きます。汚い、かわいいトンネル。駅着きました。
駅かわいいです。ハリーポッターみたい。駅の中です。綺麗すぎてなかなか外に出れません。壁がこんな感じです。この時計もかわいい。やったー。駅が綺麗なので解説のツアーみたいなのがあるみたいです。みんなカメラ向けてます。外に出ました。いきなり坂の町って感じ。早子旅1日目。かわいい。お家が一個一個に違う。あ、はい。鳩の水場所。一つ目のホテル到着。すぐ先に川が見える素敵な場所です。いとまーす。お部屋に入ります。わー、かわいい。あ、電気が消えちゃった。ここがバスルーム、トイレ。完璧。ポルトガルで有名なエッグタルトとドリンクまでついてました。嬉しい。いい、うん、なんかきついですけど、うまい。テレビと個性的な絵あり。試合終了まで一応見てます。はい、日本代表勝ちました。ベスト8頑張ろう。体調が少し悪くなったようです。イランはね、ボールの受け方が上手かも。お母さんから早めの誕生日プレゼントで串をいただきました。早速使います。ありがとうございます、うん、ちょっと体調が悪かったんですけど、大谷さんを飲んだ瞬間に吐けて今はすっきりしています。俺は電車内で入って今熱が上がってきたのでちょっと今日は休みます。なぜかアジアカップに俺よりハマっている人。今からお母さんとお出かけします。お留守番よろしく。はい。ホテル最寄りのスーパーに入ります。桃香がスーパーで水買ってきてくれました。ありがとう。夜の散策開始。綺麗な建物を発見。夜の街はまた日中と違って綺麗。川の前まで来ました。飲んでる人がいたり、橋の上に人がいます。綺麗。いつか来たいと思います。帰宅。お母さんに持ってきてもらった超豪華な日本食です。いただきます。サバの味噌煮。いただきます。これで元気になってくれるといいです。ねえ、なんで最近立ちやばいんだろう。ねえ、うん、うん、ま缶詰最高だ。明日は体調が良くなりますように。おやすみなさい。